やあ。行こうぜ。ごめん。あのさ、え？春のやつ、自分の方が辛いくせに、こっちを気遣ってる場合かよ。さてと。お？
私ありがとう。そうだ、よし。春のやつ、やっぱり参ってるようだな。気にかけてやってくれ。ああ見えて芯は強い。春ならきっと大丈夫だ。なんだと？じゃあな。
怪盗やばくね？いきなり殺人とかさ、改心させんじゃなかったのかよ。社長だけじゃなくてうちの校長もって話だよね。悪いことしたっつっても殺すほどか？てか狙われたら終わりじゃね。静かに、答案用紙を配りますよ。さて始めましょうか。お、いけそうだぜ。時間です。あんたまだ怪盗団応援してんの？殺人とかマジなくない？でも悪人を野放しにするのはいけないと思うし。だからって校長とかは警察でよくない？つうかテレビの会見見た？正義の味方があんなえぐいことしないって。やっぱり明智くんが正しかったのかな。偉いよね彼、一時あんなにバッシング受けてたのにさ。静かにしなさい、外に出しますよ。時間です。お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。怪盗団ってさ、やっぱうちの学校のやつ？だって校長もでしょ？殺人鬼が近くにいるとかマジヤバくね？そういや私、前に渋谷で実は俺怪盗なんだって男の人から声かけられたんだけど。マジ？それ通報しなって。やっぱそうした方がいいよね。そん時の写メもあるし拡散しとこっと。犯人早く捕まんないかな。始めるわよ。お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。なんかまた警察来てね。今回はなんかガチらしいよ。うちの関係者に怪盗がいるんだと。マジ？ネットにも出てるし、噂だけど公安が動いてるって話も。どうぞ。あの、いらっしゃい。
るほど。はい。そっか。私植物の世話は欠かせないもんな。そうだ、春を手伝ってこい。他の奴らには言っといてやるよ。はぁ、あ、困ったわ。あら、もしかして手伝いに来てくれたの？今の聞かれちゃったよね。別に花壇のことで困ってたわけじゃないの。ちょっとね、いろいろあって。あなたになら話してもいいのかな。事情を知ってくれてる人が仲間にいると私も助かるのだけど。困ってるのは会社のこと。事件の後処理の話でね。急のことで遺言状とかなかったものだから、お父様の莫大な株式を私が継ぐことになって、いきなり上場企業の筆頭株主だよ。従業員だって1000人以上もいるし、経営方針とか資金運営とか言われても私何が何だか。うん、社長の娘って言っても会社に関わるなんて思ってなかった。それでね、最近社内の役員さんや顧問弁護士さんたちに会ってるの。資産や株式について何もわからない私にアドバイスをしてくれるんだけど、急にご機嫌取りみたいなことする人もいて、誰を信じていいのか。みんな私じゃなく私の資産を見てる気がするの。大丈夫、任せなさいって言ってくるけど、本当は私の無知につけ込む気じゃないかって。私こんなにも人を信じられない性格だったなんて。ごめんね、一人で話しちゃった。でもちょっと落ち着いたかな。今までの相談相手は会社の大人の人たちしかいなかったけど、私に必要なのは年が近い同じ目線の人だったのかも。あの、よかったらまた相談に乗ってもらえる？代わりに何か私で役に立てることがあるといいけど。あなたや怪盗団のためにできること、私特技とかないからな。これかな、土いじり。植物を育てるの。こう見えて得意だね。昔家のベランダで南国の果物を実らせてびっくりされたこともあって、私よくここで一人でこうしてるの。他のことをあまり考えなくて済むから。そうだ、家庭科室の冷蔵庫に週5まで時間あるよね。ちょっと待っててもらえる？これそこのプランターで私が育てたお野菜、ちょっと前に収穫したんだ。形とかバラバラでお店のにはほど遠いんだけど。お野菜好き？ならよかった。実は一つお願いがあるの。私の作ったお野菜、ルブランのおじさまに感想を伺いたいの。今度新しいのが収穫できたらお店に持って行ってもいい？ありがとう。おじさまならちゃんと忌憚のないご意見をくれそう。とびっきり新鮮なお野菜収穫しておくから、その時はよろしくね。じゃあアジトまで行こう。試験ご苦労だった。ああ、
今回はマジやばい。そもそも集中できねえし。皆様からご意見を頂戴し、それを即実行する。その当たり前を実現するために。またかよ、うるせえな。そんなことより話って。前に気になることがあるって言ってたけど、何か分かったの？私がバンしてやったメジエド、本物じゃない。は？本物はお前だろ。私の後メジエドって名乗ってたやつとこの前のは違う。どういう意味だ？この前のやつが書いてた行動、今までのどのメジエドとも違う。コードは書いたやつの指紋、どんなにごまかしても癖出るし、この前のは切り張りだらけで一貫性がない。スキルが雑魚すぎる、ガバガバだ。でもメジエドって世界中に何人もいるんでしょ？最近参加したメンバーってことは？っていうか、クラックに興味ある人種のコードじゃないっすわあれ。少なくとも正式なメジエドってことは絶対ない。メジエドを名乗って怪盗団を挑発、一体何が目的だったんだ？ひょっとして愉快犯？怪盗団が人気出てきた頃だったし、人気にあやかろうと。ちょっと待って、逆なんじゃない？逆？怪盗団を有名にするためにメジエドを名乗ったとか。はあ？わけわかんねえし。実は私も誠と同じ考え。どういうこと？さっき言っただろ、コードは指紋だ。この前別の場所で同じ指紋見つけた。どこだ？回答お願いチャンネル。外部から不正に書き換えられていた形跡がある。マジかよ。夏休み前ぐらいからアクセス数が実際よりだいぶ盛られてた。それにランキングも、特に奥村社長が1位になった時だな。つまり怪盗団を挑発した人と怪盗団サイトを改ざんした人は同じ？何か見えてきた気がする。サイトの改ざんでもメジエドの挑発でも、結果的に怪盗団に注目が集まった。しかも私たちが奥村社長を狙ったのは世論とランキングによるところが大きい。絶好のタイミングに格好のターゲット。もし全部仕組まれてたとしたら。辻褄が合うな。じゃあ犯人は初めから私たちに罪をなすりつける気で。そんな。あくまで推論の話よ。確証がないのも事実だが、誠の推理が全部当たりなら、ここ2ヶ月くらいの我が輩たちはずっと誰かの手のひらで転がされてたことに。考えすぎだろ。だってお前、メジエドにランキングって、あんな騒がれたもんがもし全部仕込みだったっつんなら、俺ら一体どんな野郎を敵に回したんだ？憶測で焦っても仕方がない。とにかくこのままだと冤罪、それも殺人容疑だ。乗り切るしかない。でも相手もわからないのに。まさか今この瞬間もなんかはめられつつあんのか？そうね、わからない。無理にわかった気になる方が危険。もし本当に全てが周到な敵の仕業でも、やり返してやるだけよ。手がかり必ず見つけないと。私が。今回の人事、部長からのご推薦と伺いました。なぜ私のような若輩を？自殺と断定されかけていた囚人学園の校長の件を洗い直し、怪盗団との関連を示してみせた。その功績を買わせてもらったんだ。光栄です。怪盗団の件、
もはや国家の一大事だ。正義の執行者である我々検察に期待が高まっているんだ。人選や方針も任せるよ。あとこの件には警察も合同で当たるが、君の指揮下に入る。陣頭指揮を取ってもらいたい。まだ返事を聞いていないが、怪盗団一掃の件引き受けてもらえるね。最善を尽くします。成功の暁にはそれに見合うポジションを用意しなくてはな。プレッシャーをかけるつもりはないが、賞賛はあるのだろうね。当然だが、受けるからには失敗は許されない。分かっているね。もちろんです。必ずご期待に応えてみせます。どんな手を使ってでも。話は以上だ。いい結果を期待してるよ。ただいま。おかえり。ご飯は？いらない。お風呂を沸かす？いい、着替え取りに来ただけだから。泊まり？大きい仕事任されたからね。ひどい顔してるよ。疲れてるんじゃ。大人が仕事を引き受けるってことは、失敗は許されないってこと。勝てなきゃ終わり。だからってお姉ちゃんが倒れたら。ようやく掴んだ出世のチャンスなの。校内に刑事が立ち入ってるんだってね。勉強に集中できないでしょう。安心して、もう終わるから。どういうこと？私が怪盗団を捕まえてみせる。さっき言ってた大きな仕事って怪盗団絡みの話？あなたには関係ない。やっぱりだ。お姉ちゃんが怪盗団を、しかも囚人学園に目を向けてる。まずい。これみんなに知らせないと。異世界のことを知らない限り、証拠なんてつかめっこない。頼んだぞ。怪盗ね、こそこそしやがって。今日もいたろ。前通るたびにジロジロ見やがって。何様だよあの警官ども。やっぱ噂本当なんじゃない？うちに怪盗がいるんだよ。はいはい、静かに。
次、高牧さん、それと君、一緒に行っちゃって。なんで一緒？なんでって別に一人は待たせておくからじゃない？さっきからそうだったでしょ。ああ、そっか、そうだよね。ゲージさんからの指示なの。余計なことは言わないで、とっとと済ませてきてよ。そこへ。悪いね、すぐ済ますよ。ああ、保護観察中の子ね。鴨志田とやり合ったんだって？見かけによらず血気盛んなんだね。個性的なお友達ばかりだよね。北川雄介くんに奥村春さん。お友達は大いに越したことないからね。時間取らせて悪かったね。行っていいよ。ああそうだ、これだけ聞かせてくれるかな。怪盗団ってこの学校の関係者だと思う？大丈夫、おじさんたちが来てるだろ。ご苦労。参考にさせてもらうよ。悪いけど次の高牧さん呼んできてくれるかな。緊張して何回も噛みかけちゃった。警察の質問少しは慣れたと思ってたのに。みんな同じこと聞かれてたのね。お決まりの手口だよ。わざとそうしてボロ出させんだ。出してないだろうな、ボロ。多分な。手の汗とか気づかれたらヤバかった。しかし俺の名前まで出てくるなんてな。警察も侮れねえってことか。ねえ、面談の人怖くなかった？そんなことないって。凶悪犯相手してきた顔だよ、あれ。なんだかごめん、お姉ちゃんのせいで。まこちゃん、それは違う。予想してなかったわけじゃないのに、いざ現実になるとね。正直どうしていいか。疑われない努力と疑いを晴らす努力だぜ。ええ、そうね。混乱すんのも無理ねえよ。私、捜査の手が実際どんくらい迫ってるのかあれこれ覗いてみる。てか警察も気になるけど、今や市民全員が通報者だよね。人気者だったのにな。ねえハル、お父さんの身の回りに犯人の手がかりがないか探れる？その辛いこと頼んでるって思うけど。ううん、目をそらしてる場合じゃない。他のみんなは学校での過ごし方に気をつけて。2年生の3人にはいっそ学園祭実行委員に加わってもらうことにしたから。なんで？怪しまれずに集まれるでしょ。それに目立つまいって思いすぎるのは逆効果。しゃねえか。私は賛成。暇が多いとかえって弱気になったりするし、何があっても後悔だけはしたくない。縁起でもねえよ。だが学校に来られて聞き取りまでされたんだろ。家に直接来られてももう不思議はない。俺も用心しないとな。今は守りで精一杯だな。だがこのままじゃ拉致が開かない。なんとか真犯人にたどり着こうぜ。当然よ。戸締まり頼んだぞ。
また提案がありましてね。怪盗団を指名手配させ警察を動かす。あとは例のとはいえ、よくもこんな残虐非道な手口を思いつけるものですよ。どうなの？わかりますか？これだ。正解です。やるじゃねえか。くっそ、こんなことやってる場合じゃねえのによ。いちいち口に出さないで、疑われないためでしょ。明智五郎だ。これも明智。こっちもほとんどそう。匿名だとどいつも雄弁だな。ついこの前までの全皇帝の空気が嘘みてえだぜ。でも動かしてくれると嬉しいんだけど。集計のお手伝いに来たんでしょ。リーダーからも言ってあげて。俺たちだって情報収集してんだよ。ネットとか。物は言いようだな。うわ、これ見ろよ。やべえって。犯人像のプロファイリングだと。怪盗団の怪盗行為はフェイクで、殺人が本来の目的？奥村以前の改心は腕ならし？はあ、ついに殺人が本業ってまで言われ出したのね。バカすぎて逆にウケるぜ。くそ。結果出た。第1位は明智五郎くん。はあ？明智？何今驚いてんの？さっきから言ってたじゃん。歌手とかアイドルとかじゃねえのかよ。ここまで人気が上がったの、完全に我が輩たちのおかげだよな。集計してんならいくらでも嘘つけんだろ。バカ正直に呼ばなくてもよ。こんなに圧勝じゃバレるでしょう。正直入れる人いるだろうって思ったけど、この結果は予想を超えてた。わざわざ危険をおびき寄せる具は避けたいわね。ゲストの話はちょっと考えてみる。そうだ、双葉ちゃんどうしてる？あの様子じゃ一人で何か調べてる気がするんだけど、聞いてる？信じてないわけじゃないんだけど。今は一つでも手がかりが欲しいし、いっそ気の済むまで調べてもらいましょう。何かつかめるといいんだけど。Thank you.
怪盗団による犯行が疑われるとの警察の発表に対し、明智五郎さんが会見を開きました。これまで批判されながらも怪盗団に正義はないと訴えてきましたけど、実は一連の不審死と怪盗団は僕は無関係だと思っています。なんですって？怪盗団に警鐘を鳴らしたのはそもそも明智さんが最初でしたよね。彼らが危険な存在であることに変わりはありません。でも事件と彼らを今すぐ関連付けるのは短絡的だと言いたいだけです。この事件にはまだ不審な点が多い、裏がある気がするんです。なお明智さんは今後マスコミへの露出を控えると発表しており、どういう心境の変化かね。なんだ、真剣な顔で携帯見つめて、あれか、別れ話か。こじらせんなよ、後腐れはめんどくせえぞ。つうかお前大丈夫なんだろうな、学校警察来てるらしいが。関わってないならいいが。まあいい。いや、
新島さんから何か捜査の話は？それがお姉ちゃんその手の話私の前で一切しなくなって、もしかしたら私が何かミスしたかも。考えたんだけどね、明智くん呼んでみようと思う。マジか！危険をおびき寄せるのは避けた方がいいとかって。危険はもちろん承知、でも有力な情報源なしじゃ警察の包囲網に勝てっこない。お姉ちゃんは期待できなくなったし。まさか明智くんなら警察にも通じてるからってこと？彼を情報源に。こいつは大胆だな。誠にしちゃ珍しい提案だ。彼の昨日の会見見た？突然の怪盗団擁護発言、裏があるの一言。完全に怪盗団が見てるって意識して言ったんだと思う。だからって人の集まる学園祭に呼ぶのか？賞賛は賭けよ。しかも部はあまり良くない。でももうそんなこと言ってられない。どう？明智くんを呼ぶって話。わかった。みんなもいいよね？私はいいよ。私が考えるより絶対信じられるし。情報源と言わず味方にできれば心強いな。待った！どうやって連絡取んだ？誰も知らねえんじゃ。マジか！連絡先送ってくれる？早速連絡してみる。ぶっちゃけ明智苦手なんだよな。好き嫌い言ってる場合？情報源だと割り切れ。もう返事来た。考えさせてくれだって。待てよ、あいつ確かテレビとかにはもう出ねえって。だから考えさせてくれなんだろ。断られたらどうするの？食い下がるだけよ。悔しいけど今は他にすがるものがない。何としても頼み込むつもり。頼むぜ誠。いらっしゃい。どっちがいい？どうする？お、ありがとう。そうだな。するか。いいか。
よーし。任せたぞ。なるほど、出番だな。ん？これは礼を言うぞ。うまいじゃねえか。楽しかったね。こんなもんだな。また。おはようございます。
あのさ、そうだ。じゃあ君、これだ。正解。やるじゃねえ。おかえり。なんでって、コーヒーを飲みに来ただけだよ。どうです、最近景気は。見ての通りだよ。新島の嬢ちゃんは元気か。残念ながら最近あまり会わなくて。あの人は僕とは意見が違うようですし。それではこの件につきまして、指導議員に伺いたいと思います。怪盗団なんてものが野放しなのは国の怠慢と言われても仕方ないでしょう。要人ばかり狙われるのを見て、きっと腰が引けてるのがいるんでしょう。市民の皆様には迷惑をかけて申し訳ない。すぐに超党派会合をもって対策を講じますよ。政治家のくせにできたやつだよな。すぐやるって言い切るとこがいいよ。私はこの件に使命感を抱いているんです。全力で取り組む所存ですよ。悪党の勝手な世直しなんて、それこそ世直ししてやらないと。国民の皆様の関心にすぐに応えるのは政治家として当たり前の使命でしょう。今時なんともけなげなやつだね。うちには政治家の不祥事、外には悪党が野放し。悲しいかな、これが我が国の惨状です。一日も早く立て直さなくては。国民の皆様にここでお誓い申し上げます。何ぼーっと突っ立ってんだ。気持ち悪いぞ。俺はここに立つのが仕事なんだよ。清廉潔白で圧倒的なカリスマ性があって、ようやく日本にも任せられる政治家が現れたって感じがするね。ねえマスター。悪い、聞いてなかった。悪党か。まあそう見えるんだろうね。でもあれじゃ本質を見逃してる。好き嫌いとかじゃない。まだ捕まえてもいないのに政治の力で潰さなきゃっていうのはね。もし全部が怪盗団じゃなく改心だけなら、彼らがたとえ無罪じゃなくても僕が本当に遂げたいこととすごく近いのかも。最初に会った時から特別な感じがするなって思ってたけどさ、君の前だとなんだか全てを話しちゃいそうだよ。ああ、そうだ、君の通う囚人学園から講演会のオファーがって、もう知ってるか。せっかくの機会だから
オファーを受けることにしたよ。ごちそうさま、美味しかったです。それはどうも。会えてよかった。それじゃあ。Shift.